つい先日の夜、僕が部屋で横になっていると3歳の息子が駆け込んできて、出入り口の襖をピシャリと閉めた。しかも閉めただけでなく、必死にその襖を開かないように押さえている。僕、どうした？息子、てんてんてん。僕、なんで閉めると？息子、入ってくる。僕、何が入ってくると？息子、お化け。息子は今から僕のいる部屋に入ってきたのだが、その間にある廊下、過去玄関に続いているから玄関を見たときに何かが見えたらしい。僕、どんなお化けやった？息子、男の子やった。僕、怖かった？息子、怖かった。僕、そのお化け怒っとったと？息子、怒ってなかったけど怖かった。まだ息子は襖を押さえている。息子、お化けまだいるかな？僕に聞いてくる息子。僕、お父さんが見てみるたい。僕は息子に下がるように言うと、襖を少し開け、頭を出し玄関を見た。そして再び襖を閉めると笑顔で言った。僕、何もおらんよ。息子、本当？僕、うん、さ、テレビ見ようか。そう言って僕がテレビに手を伸ばした瞬間、息子はすっと襖を開け玄関を覗き込んだ瞬間、息子、悲鳴、急いで襖を閉め僕に抱きつき泣き出す息子。息子、お化け怒ってる、お化け怒ってる。頭を撫でてなだめる僕。僕、大丈夫大丈夫。息子、お化け怒ってる、僕のせい？僕は笑顔で答えた。僕、違うよ、お前のせいじゃないよ。そう、息子のせいじゃない。きっと見えないふりをした僕のせいだ。